どうも、テルエモンです。今日なんですけれども、Fusion 360 で、壺を作っていきたいと思います。こんな感じの壺ですね。はい。では早速新規デザインからスタートしていきます。で、今回ですね、壺と蓋と2つのコンポーネントを作っていきたいと思いますので、最初ですね、新規コンポーネントを作っていきたいと思います。で、名前は、まず、壺ですね。まず、壺から作っていって、次、蓋を作っていきたいと思います。はい。こちらにですね、出来上がりました。壺っていうコンポーネント出来上がっています。それでは、スケッチを作成から、正面の面を選択して、スケッチを開始していきます。今回の壺ですね、回転を使って作っていきたいと思います。で、サイズはちょっと、実際のサイズっていうよりかは、ちょっとミニチュアサイズで、100ミリサイズですかね。100ミリぐらいの高さになるようなものと作っていきたいと思います。こちらは回転させる中心線にしていきます。で、これを基準にですね、壺の大きさを変えていきたいと思います。あまり今回、技術寸法で固めていくっていうよりかは、大体のこう、デザインをしていくような形でやっていきたいと思います。で、こちらカーブの部分ですが、こちらカーブにしていきたいんですけども、スプラインではなくて、スプラインでもいいです。ここは円弧で書いていきたいと思います。ちょっと、やられる方はですね、円弧でもいいし、ちょっとこだわりたい方はスプラインでもいいかと思います。今回は3点円弧を使って、こういった円弧を書いていきたいと思います。ちょっと一回選択ボタンを押しました。こんな感じですかね。はい。で、この辺はちょっとドラッグしながら、これもちょっと調整していきたいと思うんですけども、これちょっと基準に、今回していきたいと思います。なので、コンストラクション線にしていきたいと思います。こちら2つ選択しまして、コンストラクション。これを基準に、両側に厚みをつけていきます。オフセットで、こちらですね。2とかですか。2.5 かな。じゃあこちらにオフセットさせまして、で、反対側、マイナスです。マイナス 2.5 くらいの厚みですかね。こんな感じにしていきます。あ、そうだ。ここちょっとフィレット入れといてあげると、こっちもフィレット入るので、ちょっとフィレット入れますか。ちょっとすみません。一回戻ります。フィレットで、10ぐらいで、ちょっと小さめでいいですか。はい。で、もう一回セットいきます。はい。2.5。そうするとですね、ここにちょっと丸みも入りますので。はい。立体にしてからとか、今、オフセットしてからでもいいんですけれども、フィレットです。入れておくと、自動的にちゃんと一定厚みになるようにフィレット計算してくれるので、今、真ん中の基準が10ミリの半径のフィレットになってますけど、外側は12.5ですね。もう寸法決まってますよということで、今ちょっと、過剰ですよって言われますけども、非駆動、過剰高速ですよ、なので、駆動寸法にはできなくて、単純に参照寸法的に非駆動寸法っていうのにしていきますということで、過去書きになります。はい。なので、10に対して外側に広がっていってるので、プラス2点ですね。で、内側はマイナス2.5で7点ですね。2.5 の厚みです。ここ自動で計算してというか、自動で厚みつくので、フィレット入れてからオフセットとかですね、厚みつけた方が自動的に、一定厚みになるようにですね、プラスマイナスされていきますので、半径が。のが便利かと思います。はい。で、そうですね。で、ここ今離れているので、オフセットして、ここはちょっと自分で線分使って、ですね、塞いでいきます。はい。で、ここの文章デザインなんですけれども、ちょっと円を使ってですね、ここの、さっきの記事のところを基準にですかね、ちょっと円を書いていきたいと思います。こんな感じ。で、この大きさを10ミリとかですかね。こんな感じ。ここでちょっと一回回転してみて、ちょっとどんな感じになるかちょっと確認していきます。回転ですね。で、こちらと。はい。で、回転軸を、すみません、こちらですね。はい。選んでいきます。で、OK と。はい。そうですね。で、ここから、
と、先ほど作ったスケッチを編集にあります。こちらもしくは下の方に登録されてますので、右クリックからでもいいですし、編集入ってます。ちょっとイメージ、もうちょっと細長い感じですか。はい。よいしょ。この辺ちょっと調整していきますね。うん、うん。フィレット入れたから余計かな。よいしょ。はい。こんな感じですかね。で、円が、もうちょっと大きくてもいいかな。これもちょっと寸法入れる必要ないんですけれども、もうちょっとここだけ寸法入れましたが、はい。こんな感じですか。ちょっと大きいかな。まあ、こんな感じでこうダブルクリックしながらちょっと調整をしていっていただくといいかと思います。はい。で、ちょっと断面を確認します。断面解析で。はい。で、ここにもちょっとフィレット入れていきますね。内側の部分。ドラッグして、こうか。はい。こんな感じですかね。で、外側の部分も、それでフィレットで丸みを。1とかでいいですかね、ちょっと。はい。レンダリング入ってみます。はい。まあ、こんな感じです。ちょっと色もつけていきますか。外観。さっきちょっと赤にしてたんですが、まあ、石とかでもいいと思いますし、ちょっとダブルクリックして、ちょっと尺度をちょっと小さめにしたりとかですね、して、この辺ですね、設定をしてあげてでもいいかと思います。で、なんとなく今回はですね、この梅ってのなんとなくちょっと気に入ったので、ちょっとこちらをちょっと作っていきたいと思うので、ちょっと赤にしていきます。で、もうちょい暗くしたのか。はい。で、使うやつは、右クリックで削除しています。よいしょ。はい。で、デザインの方に戻ります。ここで言ったら、壺の方を OK にして、次、蓋を作っていきたいと思いますので、新規コンポーネントを作っていきます。で、蓋と。あ、そうです。この中に入っちゃいましたね。すいません。これ、外側に出したいので、ドラッグして、この未保存のところにドロップして、外側に出します。もしくはですね、ちょっとすいません。一回戻りますが、作る際に、この親ですね。親を、この壺ではなくて、一回消して、一番トップの下に作るという形にしていきます。それではですね、蓋の方を作っていきます。蓋の方を回転で作っていきますので、スケッチを作成で、こちらの面ですね、選択していきます。で、壺のですね、輪郭取りたいので、交差使って、ボディで壺を選択して、リンクをつけたとですね、壺の形状変わってもリンクがつく状態で OK。で、一回壺表示しちゃいます。そうすると、このようにですね、輪郭が取れてますので、まずすいません、回転させる軸を作っておきましょう。はい。で、こちらは中心線にしておきます。ちょっとざっくりですね、外形書いていきます。で、ここちょっと接するようにするんですけども、一回まずまっすぐ書いてしまって。よいしょ。で、ここ一回まっすぐまず引いてもいいか。よいしょ。で、こちらの接線ですね。高速の接線で、こことこの円弧は接するという形にしていきます。はい。で、高さはこんなもんですね。ちょっとここはドラッグで少し整えながら。で、ここ直線でもいいですし、って思ったんですけども、まあ、円弧とかでちょっと丸みつけようかなと。3点円弧で。よいしょ。ね、よし、ちょっとエスケープキーマンを押しましたと。あ、もうこの点ですね。この点が、この真ん中に来るようにですね。一致で、この軸上に来るように移動させます。要は半径の、ちょっと半分のところの中心だとなるんですね。動かします。で、こんな感じですか。で、ここは、コントラクション線で、点線に切り替えます。で、大体今厚みここいくつになってますか。進む必要ないんですけど、こんなことかで。
きますか。で、ここはちょっとなんとなくでもいいんですが、寸法としては、釘力者の10とかにしますか。はい。で、ここは後から丸みでもいいんですが、スケッチ寸法じゃなくて、フィレットで5ミリとかですかね。入れちゃいますか、こんな感じで。はい。これちょっと消しますか、よいしょ。なので、この線とこの線の距離で、さっき縦の線選んでたので、これで問題ないと思います。よいしょ。この線消えてしまったので、フィレット入れて。で、こことこの寸法もこうやって入れたりとかですね。まあ、特に入れなくてもいいかなってところなんですけど。で、この持ち手の部分にちょっと円を書きまして、これも寸法を一応入れますか。これでドラッグでいこうかなと思って、これでいいですかね。はい。じゃあ、こちらの断面を回転していきます。スケッチを終了して、回転ですね。で、まあ、コントロールキーをしながら、選びまして、軸。で、こちらの中心ですね。選びます。で、新規までですね。はい。ちょっと、これもうちょっと円大きい方がいいですかね。よいしょ。うん。で、ちょっと厚いですね。5だと。なんか、もう半分ぐらいでもいいような気がします。で、寸法入れてないのが、そしてここドラッグでなりますけど。で、ツボを表示するとどうなりますかね。ちょっと言ってません。フィレットはここにちょっと少し入れておきましょう。はい。で、今、蓋というのがアクティブになっているので、一番上の、まあ、未保存です。保存してないので、ファイル名ないので、この一番上のものをアクティブにしてみます。はい。で、蓋の方ですね。まあ、こちらアクティブにすると、まあ、蓋の方をアクティブにすると、蓋だけのスケッチ、使った時のスケッチ、回転フィレットも表示されますが、このトップのところでもこちらスケッチ編集できるので、もう少しこれ外側来ても良さそうです。もうちょい外側来て、はい。で、ここ結構ちょっとフィレット入れていきます。今回ちょっと立体の方で入れていきましょう。はい。今度薄いかな。ただレンダリングの方に行って色をつけて。もちろん厚くてもよかったですかね。減らしすぎましたか。はい。ちょっとすいません。デザインの方に戻って。4くらいあってもいいかな。よいしょ。はい。もうちょい丸みあってもいいかな。はい。まあ、こんな感じでちょっと調整をするので今してます。ちょっと区切りよく。まあ、この辺のちょっと作りはですね、スケッチ。今回、四角にしましたが、ここをちょっと円弧にしたりとか、それともより丸み作っていい感じになるかもしれないですね。そうですね。まあ、こう、まあ、いくかな。まあ、この辺ちょっといろいろこだわってできる分かなと思いますけども、ちょっと断面切ってみますね。まあ、こんな感じで出来上がってます。でもこれコンポーネントなんで、こう、ちょっと動いちゃいますけども、位置戻して、壺の方一回固定していきます。はい。で、蓋の方はこうトラックして動いちゃうんですけども、一回位置戻して、ちょっと上下にちょっと動くようにしていきたいと思います。そうですね、コンポーネントで作っておくと、アセンブリという機能が使えます。で、ここは位置はもう決まっているので、位置を固定して、ジョイントという定義をしていきます。まず先に動く方ですね。こちら選びまして、回転とスライド両方したいので、円柱上を選びます。で、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、これを基準とかにしようかな。はい。まあ、この円の中心の軸を中心に、よいしょ。上下に動くようにしました。で、回転もします。はい。で、ちょっと断面切って確認してみます。こう来て、スーッと多分接してるのが入るんですが、そうですね。ちょっとここにフィレットあった方がいいですね。ちょっとフィレット追加していきましょう。
いくつだ ?2 ぐらいでいいか。はい。で、した方がここ入るときに、では、カダルとぶつかってかけちゃうので、この方がスーッと入ってきていいかと思います。で、これすり抜けちゃうんですけれども、アセンブリの接触を有効にするというのがあります。で、今回、一個一個選んです。これとこれは接触定義有効化するというのもあるんですけど、今回すべての接触を有効にしちゃってです。そうするとこれ、やってる人がわかるんですけど、ドラッグすると、ちょうど接触したところでこう止まるようになります。こんな感じですね。はい。断面非表示にして、で、ジョイントがここに出来上がって、マスがこっちも非表示にします。これちょっとツボの方、ちゃんと固定しておくというのも一つのポイントですね。右クリックして固定しておいたという形です。することで、この蓋の方だけ動かす。で、ツボの方はドラッグしても動かないという状態ですね。で、このように動かしますと、この右上にメニューに行きまして、一応キャプチャーってなると、ここで位置がキャプチャーされます。登録されます。で、ここで登録せずに戻したいときは戻すと押していくという感じですね。はい。もうちょっと円が大きくてもよかったかな。よいしょ。この辺ちょっと微調整ですね。はい。この足で壺の方出来上がりました。ちょっとこだわってくると色々、あれですけど、もうちょいこう、よいしょ。はい。いいかな。はい。はい。で、先ほど作ったんですね。まあ、ここにちょっとおまけで、まあ、文字の方ちょっと入れてみてたんですけども、まあ、ここもちょっとやってみます。で、こちらはですね、ツボの方にデータ作っていくので、まあ、ツボの方をアクティブにして、ツボだけをこう色ついた状態ですね。で、蓋の方は透明になります。アクティブになってるものだけが色ついた状態になりますけども、で、ツボの履歴だけの状態にして、署名選んでおきます。まあ、まま追加しててもいいんですけども、このツボの中にスケッチを入れていきたかったので、追加ですね。で、ないとこちらの未保存の方にスケッチとか入っていくので、ちょっと分かりやすくですね。管理しやすくしていきます。で、一応ちゃんと中心線真ん中のとこ基準書いておきますか。で、円を、こんな感じかな。はい。で、これは基準なので、コンストラクション線とかですかね。円大きいかな。そうですね。スライスさせて。よいしょ。ちょっとドラッグ。で位置修正して、まあ、寸法入れてもいいですし、まあ、入れなくてもいいですしってことなんですけど。はい。で、スケッチをして押し出していきます。今、ここの正面に書いてたんですが、開始位置を、プロファイル平面ですと、スケッチを開始した、作った平面化を写真開始されるんですけど、開始位置をオブジェクトにして、この外側の面化を写真開始するように設定します。そうすると、この面にこう沿った形で押し出しができます。で、新規ですね。まあ、ちょっとシール貼ってるぐらいの感覚でいきたいので、まあ、0.5 ぐらい、0.5 ミリぐらい、新規ボディで押し出していきます。はい。こんな感じですね。ちょっと色つけていきますか。修正のところにある外観。で、先ほどはこれを白にしたのかな。はい。反射はなしにしてマットみたいな感じにしますか。はい。レンダリングの方行くとこんな感じですかね。はい。で、先ほどに梅って文字を入れたんですけど、まあ、それもやりますか。正面を選んで、文字は、こちらのテキストで入れることができますね。で、左上、右下、クリックしまして、で、文字を入力していきます。はい。あ、大きさ先のやつの方が残ってるんですね。文字体これじゃない方がいいかな。なんかもうちょっと丸っぽい字にしますか。うん、これいきますか。で、スライスして、ちょっとドラッグして、ちょっと位置合わせますか。選びづらいときは、すべ選択フィルターを、今回スケ、テキストですね、テキスト。この辺の、スケッチのテキスト、あ、文字、文字選択です。文字選択にして、それから文字を選べるので。あとダブルクリックするともう一回入力できます。すいません。位置合わせ中ゾロにしたのかな。はい。まあ、繰り返しますが、文字の大きさを変えたときはここで変えれます。今回30くらい。はい。で、これですね。今ここの面には書いてますが、これ押し出しで。
すいません、この文字ですね。この文字を。文字選んでるか。そうです、この文字を、オブジェクト、開始位置をオブジェクトにして、今作ったこの白い面からしますか。で、文字を受け出てきますので、まあ、もうちょっと新規にしますか。で、これも、ちょっと、厚みついてるぐらいにしたいので、0.5 ぐらいにしますか。ちょっと整備で作る場合、もうちょっと厚くした方が、ちょっと整備の精度が的にいいのかもしれないですけど、僕はここで行きましょう。あんまりここ出っ張りすぎるとですね、こう、データ上で見るとあんまりかっこよくないので。はい。で、ちょっとその、こちら未保存をアクティブにして、全体表示します。レンダリング行ってみます。はい。黒でもいいかな。さっき同じ赤にしたんですけど、はい。ちょっと字体ちょっと変えてみました。梅と。はい。同じ梅にしてみます。こっちも。はい。こんな感じで、ちょっと今回は接合の方を作ってみました。断面はレンタリングできれないのかな。よいしょ。こんな感じですね。ちょっと今選択の方がもしかして、すいません、すべてに戻しておきますね。よいしょ。こうですね。こういう形で。で、接触の定義もしてます。もし解除したいときは、こちらから、なしにしたり、こちらから、接触を無効化っていうので、無効化にすると、またこのように、すり抜ける感じですね。ここが有効にしてますと。ちょっと戻しますけれども、はい。こんな感じでですね、壺の方を作成することができました。一応干渉してないか確認しておきますか。干渉チェック。まあ、こちらですね、選択して、まあ、トップのやつ選択して、2つ全部選んで、計算と。一致しとかも出てくるかな。まあ、一致してとかそうですね、接するってやったので、一致してる場所は、検出はされますね。面と面が接してるところはですね。はい。ということで今日はちょっと壺をちょっと作ってみました。で、この辺の形変えていきたいときは、スケッチでコントロール、今回回転のスケッチ、コントロール作ってますので、こちらでダブルクリックして、で、ここ、接するようにちゃんと作っていますので、ここちゃんと広げたり、形状を変えますと、ちょっと追従してですね、ついてくるはずですね。あ、スケッチがこうなるのか。ちょっとお待ちくださいね。一応ついてきて、あ、そこ、ここの寸法が入ってないから、ここはちょっと白でいけないんですね。必ずこれ、こっからいくつっていうのは寸法入れておけばいいのかな。この点からここの距離が必ず2だとか。こんな感じで入れておけば、こっちのスケッチの方を、こう動かして、まあ、もっと広げたとしても、ここですね。まあ、うまく、あるとちょっとフィレットとか入れ、大きさによって入れ、ここか。まあ、ここがくっつかなくなるのかな。この9の位置も寸法いってなかったので、そうですね。これ必ず、ここと、すいません。ミニクリックで円弧の接線を選択で、この距離ちょっと重なるようにちゃんと入れておけば、このちゃんと追従するようになるかな。はい。ドラッグして動かしましても、きちんと、追従して、あれ、こっちが、反対側になっちゃうのか。じゃあ、これだけすいません。汁直したりとか、ちょっと寸法入れ方考えなければいけないですが、まあ、ある程度追従して行ってくれてるのはわかるかもしれない。蓋の部分ですね。きちんと、ちょっと上に持ててみますか。これか、ちょっとエラーが出ますね。問題なさそうですけど。あ、そっか、わかりました。そういうことか。この回転軸がもっと突き抜けてないといけないですね。すいません、これ。それでエラーになってたんですね。ごめんなさい。よいしょ。まあ、一応こんな感じですね。ユーチのいいところは、こうちょっと追従して、他のもこう連動させてね、動かせるように、
高速をつけたりですね、エッジとか高速をつけることができるというのがポイントですよね。はい。ちょっといびつな形になってしまいましたが、このツボを作るという、動画の方はこれで以上にしたいと思います。まあ、よければこれ背景とか、皆さん入れてみたいとか、早く見るとかも変えてみたいとかと思うんですけど、まあ、動画の方はだいたい25分ぐらいになりましたかね、なってきたので、動画の方はこれで以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。